六角堂の建築網知識、今回は4回目です。礎石と基壇について、話したいと思います。こちら六角堂の本堂ですが、屋根には瓦が吹かれています。この瓦が吹かれていますと、建物全体の重さがですね、大変重くなりまして、それを支える仕組みというのが必要になってきます。それが礎石、そして基壇ということになるわけです。でこちらに池がありまして、はい、この池の中に礎石が2つあります。この礎石が柱を支えまして、柱が建物の重みで地面の中に埋まっていくのを防ぐという役割を果たします。この礎石の形、古い時代は自然石に近いものが使われていたんですが、だんだんと加工がされるようになりまして、この今ご覧いただいているものは柱の形が掘り出されているというのが分かるかと思います。この礎石ですけれども、江戸時代1788年の天明の大火という火事が京都でありまして、その時に焼けた層から出土したというもので、それより古い時代に使われていたものということが分かっています。そしてまた現在の本堂の方を見ていただきますと、はい、ちょっと移動しておりますが、現在の本堂はですね、このように基壇というこの石の部分が見えると思いますが、これで支えられております。そして六角形をしている本堂の形に沿うようなこの基壇も形になっております。はい、これは江戸時代1780年の都名所図絵に描かれた六角堂です。ここでも基壇があるのが分かるんですが、現在のものとはちょっと形が異なるようです。ですので、先ほど言いました天明の大火以降に現在の形になったのかなというふうに考えております。それでは今度は基壇の上の方に登りながら少し移動したいと思います。はい、前回の動画で廃堂の石敷き、四半敷きというのをお話ししましたけれども、このようにですね、この廃堂の石敷きというのはこの基壇の上に石を敷いているので、このように段差があります。そして廃堂のこの石の敷き方、そして基壇手前ですね、この石の敷き方、角度が違っているということがお分かりいただけるかと思います。まあ、これも一つの見せ方、デザインの工夫かなというふうに思います。それでは今回この礎石と基壇ということについてお話ししました。これで終わらせていただきます。